韓国は年内にロックダウンを採用する。動画をご覧いただきましてありがとうございます。沈丁花でございます。韓国のですね、新型コロナに関するですね、感染拡大が全く止まらない状況になっています。昨日の数字ですね、韓国のですね、1日あたりの新規感染者が7000人を超えました。先週ですね、5000人超えてですね、これは大変なことだというようなことを言ってたんですけども、1週間経たないうちにですね、それから約2000人増えたというような状況になっているわけなんです。重症者はですね、現在840人と、これはですね、過去最多です。そして死者数もですね、63人ということで、昨日ですね、63人ということですね、これは過去3番目に多かったわけなんですけども、このようにですね、新規感染者が増えて、重症者も増えて、その死者数も増えていると、まあ、いわゆるトリプルパンチをですね、襲っているわけなんですね。しかもですね、これはですね、まだ始まりに過ぎません。それはですね、新規感染者がですね、まだ収まってないからです。ご存知のように、新規感染者がですね、増えるとですね、その後1週間から2週間遅れて重症者が増えると、そしてですね、1週間から2週間遅れてですね、死者数が増えるということなんですけども、現在新規感染者はまだまだ下げ止まりをしていません。もっと言うとですね、増えています。加速して増えている状況ですね。それであるにもかかわらず、重症者が840人、そして死者がですね、60人を超えているというような状況になっているわけなんですね。これはですね、日本と比較するとどうなるかと言いますと、日本の人口というのは韓国のですね、大体2.5倍、1億2500万人ぐらいですから、韓国が5000万人ぐらいなんで、2.5をかけるとですね、ちょうどいい感じになるんですね。つまり韓国はですね、7000人ほどということはですね、日本の比較でいうとですね、1万7500人ぐらいがですね、新規感染者が発生しているというような状況になるんですね。これはですね、今年、1月を中心に起きた第3波、そして4月、5月を中心に起きたですね、第4波、これを上回る、状況になっています。その時はですね、7000人から8000人の新規感染者だったんですね。ただですね、7月、8月に起きた第5波、これはですね、2万6000人ほど行っていましたんで、これよりはですね、少し少ない状況になっています。ただですね、問題なのは重症者です。重症者はですね、日本で一番多かったのはですね、第5波の時の221人というのがあるんですけども、この重症者840人というのはですね、これを2.5倍するとですね、大体2000人、2100人ほどになるんですね。つまりですね、日本の第5波のですね、重症者のピーク時とですね、ほぼ変わらないぐらいの状況になっているわけなんです。で、死者数は60人というのは、63人というのはですね、日本でいうと150人ぐらい。これもですね、日本の中でいうとかなり多い。日本は200人を超えた日は1日あるんですけど、それ以外はですね、大体130人以下だったんですね。つまりですね、現在の韓国の状況というのは、日本の第5波のですね、非常に悪い状況、ピーク時ですね、それと比較してですね、ほぼ同じぐらいの、状況になっていると、いうようなことが言えるのかなというふうに思うわけです。ただですね、日本の第5波の場合はですね、7月、8月というのは、高齢者の方々というのはワクチン接種はかなり進んでたんですけども、50代以下の方々というのはほとんどワクチン接種をしてない状況だったんですね。韓国の場合は、もうすでにワクチン接種をしていますから、これから一応ブースターショットをするという、ことになってるんですけど、それであるにもかかわらずですね、感染拡大がしているということはですね、なかなか難しい状況なのかなというふうに思うわけなんです。少なくともですね、これから年末、それからですね、1月にかけてですね、ますます寒くなっていきます。そうすると当然のことながら、新型コロナのですね、感染拡大というのは広がっていくということを考えるとですね、ブースターショットをやることはですね、無意味とは思わないんですけども、それはちょっと間に合わない状況になっているんではないのか。韓国はですね、これまで厳密な意味で、ヨーロッパで行われているようなですね、厳密な意味でのロックダウンというのはしてないんですね。日本と同様にですね、飲食店の営業時間を抑えたりですね、4人以上集まってはいけませんよみたいなことをやっていたわけなんですけども、ヨーロッパなんかにおいてはですね、ほとんどですね、外に出ることを許さないというようなですね、ロックダウンが行われていたわけなんです。このようなですね、欧米が行ってたような厳密な意味でのロックダウンというのも、韓国は導入せざるを得ないんじゃないのかなというふうに思うわけなんですね。それほどまでに深刻な状況で、なおかつですね、それがですね、収まる兆しを見せないんですね。このようなですね、厳密な意味でのロックダウンというのはですね、避けることはできないんではないのかなというふうに思うわけなんです。韓国においてはですね、その現在のですね、感染状況、重症者の状況、死者の状況、これはですね、韓国史上、一番悪い、昨年のですね、2月以降ですね、この新型コロナが、発生してですね、一番悪い状況になってるんですね。ということはですね、その過去にない状況が起きている以上ですね、過去にない強力な感染のですね、抑止策をですね、取らざるを得ないんではないのか、というようなことをですね、思うわけなんです。
韓国ではですね、今後ますますですね、その年末にかけて、そして年始にかけてですね、死者は増えていきます。間違いなくどんどん増えていきます。で、それをですね、少なくともですね、ある程度抑えるためにはですね、感染をですね、抑えなければいけない。新規感染者をですね、抑えなければいけない。そのためにはですね、強力なロックダウンをしなければいけない。そしてそれは不可避なんだと。今後年末にかけて韓国というのは、強力なロックダウンを行うということをですね、これは予言と言いますか、予測をさせていただきたいなというふうに思います。そしてですね、日本はですね、韓国との間ですね、人的交流なんていうのは絶対やってはいけないんだと。韓国はですね、オミクロン株のですね、市中感染が行われていますから、そこからですね、日本に入ってくる可能性があります。韓国とのですね、人的交流というのはですね、韓国の状況を落ち着いてから時間をかけて行っていくべきだなというふうに思います。少なくとも韓国はですね、これから過去に例を見ないようなですね、強力なロックダウンを行えない限りですね、感染拡大というのは抑えることができないんではないのかなというふうに思います。動画を聞いていただきましてありがとうございます。またですね、下の方にブログ、ツイッター、LINE アドをつけてあります。登録していただいてありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。